ガチで。はい。ガチで。令和5年4月4日。この配信を最後に、大阪の地で、一人静かに、佐野新喜劇の幕を閉じた、唇坊やの晩年を振り返る。佐野智則、54歳、バツイチ。2017年4月。元カノ名義の滞納家賃を踏み倒し、ガラクタを置いて、次の住処となる401号室に越してきた佐野さんは、まだあどけなさが残る唇坊や。女性配信者を迎え入れ、緊張の面持ちの佐野さんは、あろうことか便器の真横に格納したレトルトご飯が映ってしまう片岡事案が発生。俺別の店連れてったわ。大阪で配信する女性に積極的に接近し、焼肉か寿司を食わせておけば大抵の女は俺になびくと信じていた佐野さん。毎日女性配信者を監視しています。誰が？俺が？毎日血まなこになって女性配信者を監視していた佐野さん。フェニックス佐野です。筋肉の鎧をまとったどれの深夜食堂来犯。犬の部長もテンションが上がり、ドレッシングに腰を振る慣れ合い男祭り開催となった。格闘技イベント捨て頃のポスターを貼る佐野。リング解説として呼ばれることを期待してのことだったが、自分でチケットを買って来てくださいと言われるうちに OSG 大阪政治グループの会合に参加した佐野。カキフライ2人前などを揉み、会費を払わず途中帰宅。これ以降佐野の配信はしばらく食い逃げコメントで埋め尽くされる。だってさ、別にタバコ吸ったっていいじゃん、2019年6月、近くの公園でテントを設営し、無事朝を迎えた佐野。どうしても天候に左右されがちなテント設営に知恵を働かせた佐野は、同年9月、やからやクマからも襲われない室内キャンプを提案。その得意げなフェイスに視聴者は羨望の眼差しでその様子を観察した。部屋でサックス吹いて壁ドン、カラオケボックスで練習。クソ画質とクソ音色が織りなす不快なハーモニー。やがて俺音楽やってますって言いで輝くオブジェに変更。サックスを聞きたい、壁ドンを聞きたい視聴者はキラコメで佐野を高揚させ、あるものは広い絵で色気仕掛けに出た。魅力がなけりゃそうなるんだよ。9月の佐野はまだ夏スタイル、四六時中海パンを履き鍛え上げた肉体を存分に知らしめていた。お腹も渡せして布団のレッドカーペットを素足で踏み会場入りする佐野。なんだよ、何？ざわつく視聴者をなだめる佐野。とりあえずハットをかぶろうな。ズラトハットのミルフィーユ、イタリアのマフィアに生まれ変わった佐野。2020年2月、動画編集をすべく高性能片落ちラップトップ PC を購入した YouTuber 見習いの佐野。別にブロックしてないよ、お前さ、俺の放送ちょいちょい来るけど、お前一回も花火上げたことねえよな。もう次コメント打ったらブロックな。発毛剤を見せつけ
投げ銭の要求をする。腹の出っ張りが目立ち始めた佐野。また逮捕来ちゃったよ。夏の男を演じていたら箕面警察が土足で迎えに来た海パンの佐野。です。留置所でカップヌードルをすすり続け、ふっくらして出てきた餅巾着フェイスな佐野。おーすごい、おい。来販した配信者たちに鉄工所チャーハンを作る大衆酒場うな総料理長の佐野。あるよ、卵入ります。卵は惜しくも中華鍋の手前で滑り落ち、実際には入っていなかった。佐野のチャーハンはうまかった。ちょっと苦いって苦い。いやそういうところはちょっと苦い。ちょっと苦い。そんなはずはない。誠二は佐野チャーハンのテイスティングを試みた。これ苦いよ。誠二のまずくはないけど、佐野チャーハンはやはり苦かった。俺はっきり言っていい、お前つまんねえな。花もみの佐野は暴走モードに突入。番対策に誠治はキャメラを自撮りに切り替え、フェイスで惨状を伝えた。と炎上ニュースキャスターのパルパルは仲裁よりスクープ映像の撮影を優先した。調子乗ったやつね、行ってもらうからね。前代未聞行こうか、ガッチャガチャ行ったから。鶴野新さんは鬼退治に向かっていた。ねえ包丁だよお前、切れへん包丁よお前。ホワイトビルどこよ。向かった先は大衆酒場うなだった。また煽ってしまい、鶴の佐野退治を伝えられた佐野は大衆酒場が入る2階の防火扉を閉め配信を切った。いないいる。何階？2階。防火扉が閉まった2階を踊り場と勘違いし、上階へと登っていく鶴の新さん。あれあれ。翌朝早朝、勘違いと防火扉のおかげで九死に一生を得た佐野。口だけの佐野は酒場で一夜を明かしていた。2021年1月2日、一人大衆酒場で伝説の雑煮を作る佐野。できた巨峰人ができるんだ。佐野は視聴者の熱視線を受け雑煮と対峙した。はい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 。熱いなまだ。佐野の吸引力は見る者を圧倒した。納得のうなずき。佐野は雑煮をこねくり回しながら視聴者のコメントに目をやった。コメント大草原。確かな手応えを感じ取った佐野は次なる吸引に取り掛かる。
大格闘の末のうまい。うまいよ。うまいの指差し確認。指差し確認。大草原に乾杯。2021年3月、佐野秘密の刃グッズ揃える。佐野酒場の閉店、家賃未納で訴えられる。佐野秘密の用紙ご配信。佐野反社の帽子客地に挨拶される。佐野恋をする、いろいろ出て即失恋。佐野不足の空撮、ロッジでテントを張る。入れたべこれ。佐野メスの帽子、運気が下がり始める。おかえり。佐野不倫の公開、痩せ始める。ねえ、傍若が俺にどんなラインを、あんたはポンプに踊らせされてね。佐野嫉妬のライン、本格的に痩せ始める。佐野ビーズの今が細っこちゃんに仕上がる。佐野面の白髪、坂本龍一を意識する。うにゅうにゅう。佐野ヨギボー購入、使用法に悪戦苦闘。ゲップやって。2022年、ラジオ配信の頻度が増した佐野は、巧みに謎を使い分け、元カノ、ゲルゲと、人妻彼女、何なしを競わせ。うなちゃまの彼女なんか、なんでお前やねん。佐野の彼女、売名に奔走。判明の凸、数十万円の飲み代、過度なスキンシップ、手洗い扱いが、佐野のプライドを崩壊させる。佐野配信中に寝落ち。配信中であることを忘れ、面を取り。斜めで寝る佐野。険しい表情で横たわった佐野。触り出した佐野。コンパクトに寝る佐野。着信で首を切った佐野。どうしたん？と話す佐野。事態を把握した佐野は神妙な面持ちでそっと配信終了ボタンを押した。ういっす。2023年1月2日、極端に言葉数が少なくなり、何かにつけありがとうを添えるようになった佐野さん。2月。じゃあなんで優勝できねえんだよ、ずっと日本は。 WBC ワールドベースボールクラシックを限りなくプロに近い視点から語っていた佐野さん。うん、おいトムス、お前よ、近辺で赤い乗ってるらしいけど目立つからやめとく方がいいよ。なりすましのアンチに噛みつき、ペラる癖が治らなかった佐野さん。まあ、ねえから、おい。最後の捕食芸は、ファミマのおにぎりだった佐野さん。うん、3月。窃盗の前科あるんだっけ？ないよ。ユイガがついてるだけ。弟分の犯歴を、すべて把握している佐野さん。違ったっけ？あれ？あれ？
4月4日砂漠ありがとう舐める決まったあざーすあざーすありがとうありがとう。こうして佐野さんは今日もインターネットの世界で生きている生きている。これで配信は別に何も